秒始まりました。本番開始ボタンを押しました。こんばんは。先週は頭のとこ切れましたけど、今日はちゃんと映ってますか、見てる人。こんばんは、泉市から。こんばんは。こんばんは、映ってますか。今日はどうですか。映って、あ、大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。というわけで今日は安心して始めましょう。広田貴則のニコニコ生放送ボリューム135回です。1月26日ね、今日で、1月の放送最後ですけども、さて、皆さん寒いですよね。いかがお過ごしでしょうか。寒いです。京都はみぞれが降りました。京都は寒いよね。絶対寒いんです、あそこは。風が強いです。あ、そうですか。はい。北の方はどうですか？今日はどうですか？吹いてますか？南の方はどうなんでしょうかね。元気ですか？さて、今週ですけども、まあ、この月曜日から始まった千葉です。風が台風なり、そんなに。ああ、これし、レネさん、吹雪ですか。ああ、山本怖いですね。いやいやいや、もう大変でした、今週は。月曜日から始まる。まあ、ですね、先週の日曜日だったか土曜日だったか、仕事ひだらんなくしたんで、熱、そうだ、熱で出してたじゃないですか、先週ね。あの後また熱出ちゃったんですけど、結局 38.5 度ぐらいまで上がる熱でね、病院行きました。扁桃炎っていうね、扁桃腺が、前が見えません。そんなすごい。扁桃腺が腫れて、熱が出て、久々に高熱出ましたけど、まあ大したことないんでしょうが、やることがあったんです、僕にはね。実は、まあ、間に合いましたけど、結果的に。1月28日で、例の、ここ暖かいですよ。暖かいです。暑いです、夏はね。ものすごい暑いですけど、冬は暖かくていい感じなんですけど。車検がね、1993号の車検、ツーリングハイエースの車検が1月28日に切れるので、そろそろ何とかしなきゃいけないなっていうことで、まず、いつもやるのは、まあ、僕、ユーザー車検で、先週も言いましたけど、そろそろ車検だなとかって、軽口叩いてました。大変でした。まあ、これですけど、この、ちょっと夜の風景ですけど、ユーザー車検でね、自分で車検場持っていくんですけども、行く前に、まあ、エンジンオイルぐらい変えて、他に何か、なんだっけ、冷却水だとか、他いろいろ買えるもんがあったら買ってもらおうと思って、イエローハットっていうところに行ったんです。で、まあ、ナンバー別に、ナンバーなんかもあるんですか、悪いことされちゃったりするのかな、大丈夫でしょ。はい。それで、持ってって、エンジンオイル変えてもらったんです。そして、できました、日浦さん。できたんですけど、ちょっと見てください。っていうところで、なんかあんのって。この1935はですね、ミシェルから譲ってもらって、1年ちょっと経ちました。で、車検は今回初めてなので、何が悪いとかって、まあ悪いとこはあんまりないだろうと。この間、ファンベルト、ステアリングベルト、それからなんだっけ、ベルトね、3本自分で変えましたけど、とかそんなことやったんで大丈夫だろうと思ってたら、なんとですね、これ四輪駆動なんですよ。四輪駆動っていうのは、前後の車輪が、軸で動くんですね。ね、四輪が動いてるんですけど、なのでシャフトっていうのがあって、まあ全部あるんだけど、動力、駆動を伝える、動力を伝えるシャフトっていう軸があるんだけど、そこにシャフトブーツって言って、中にグリスが入ってて、ギアがうまくこう、なんていうか、動力をうまく伝えるための、で、タイヤが曲がってもうまく動力を伝えるためのギアが入ってるんだけども、そのシャフトブーツっていうゴム製のやつがですね、もう14年目に入ってんだけど、割れちゃって、中からグリスが出てたんです。片方だけ。で、もう片方も皮一枚で繋がってますけど、もうやばいですねっていう。これ変えるの大変です、みたいな。
で、もう一個買ったんだけど、オイルパンから、オイルパンっていうのはエンジンオイルを貯めてある、あの、オイルの貯め、タブ、バスタブじゃないですけど、貯めてあるもんなんだけど、そこからオイルが漏れてるって。これ、俺、オイル漏れてたらね、前後の、あの、車輪下ろさ、車輪っていうか、こう、なんちゅうの、全部取らなきゃいけないんで、もう数十万かかっちゃうって。みたいな、大変だーっていうことで、もう熱がまた一気に上がるわけですけど、それでこれは俺の手にはさすがに負えないなっていうことで、4年前にお世話になった、E モータース、ね、名前、まあいいか、伏せとくか、E モータースのですね、内田さんのところに行きましてですね、見てもらった。そしたらね、あ、このシャフトブーツはもう変えなきゃダメですよ。いや、変えなきゃいけない、いくらかかるのって。まあ片方4万ですって4万かかるのか、工賃がね結構大変なもんだからね、しょうがねえな。で、このオイルパンは大丈夫じゃないですかってことで、じゃあ分かりましたっていうことで、あのお願いするってことでパーツを頼んで帰ってきたんですけど、なんとですね、ネットでいろいろ調べたら、フォグランプが、そうだ、あのイエローハットでも言ったけど、フォグランプがつかないですよこれって言って、フォグランプつかないとね、やばいんですよ。あるものがついてないと、整備不良っていうことなので、今、写真出てる1993のナンバーの両隣にちょっと光ってる、ついてないんだけど、あれがフォグランプ。それでね、このフォグランプ変えなきゃいけない。明日工場に持っていかなきゃいけないっていうんで、明後日持っていかなきゃいけないっていうんで、とりあえずランプね、これが、それはまた珍しい方でないので、もうアマゾンのお急ぎ便で翌日来るってやつを頼んで、しかも型番ちょっと違うんで、ちょっと工作しなきゃいけない、工作したんだけど、これです。このフォグランプが切れてまして、それで変えるためにこんなことしました見てください。バンパーと、ライト、ヘッドライト、それからなんだっけ、前にあるあの、もう一個 3つ取りました。家の前で取りまして、で今1993のナンバーついて、横にちょっとライト見えてるでしょ、ここにフォグランプがあるんだけど、これを、付け替えて、夜になってしまいまして、それで明かりを灯しながら工作して、でこれです。はい、着きました。着きましたね、下着いたでしょ。もうね、嬉しかった、本当に。これであとは、いや、この翌日にあの E モータースに持って行ってパーツ変えてもらって、さらに翌日行きます。翌日がですね、まず車検に行く前に、ここテスターっていうところがありましてね、光の光軸、ヘッドライトの軸をですね、ちゃんと合わせて、光量だとかいろんなものをちょっと調べて、横縁ですね、中島モーターズの中島さん、いつも言ってますけど、ここでやって、で自賠責の保険とか契約して、それから車検場にいよいよ向かうわけです。車検場、皆さん知らないと、見たことないと思いますけども、あ、その前に書類。こういう書類をね、揃えて、まあ大したことないんですけど、揃えて、それでレーン。これです。これはね、今、車出てきてるとこ、前からなんだけど、この後ろ側に並ぶんだけどね、これ出てくれば、何もなければ合格なんです。で、これ並びます。今これ並んだとこ、今赤い車ね、5と6の5レーン6レーンの後ろに行ってくる、俺は5レーン並んでんですね。これぐるーっと回って今車検の検査場に入るわけです。それで正面から見るとこれです。ここが入ったとこです。ここでブレーキかけたり、はい、40キロで走ってくださいとか、いろいろやって、下一番最後のところで、下からカン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 が下に、レーンの下に人がいてですね、カン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 っていろいろ叩いたり揺らしたりとかしてですね、緩んでないかとか、いろんなもん見て、それで行くわけですけど、まあ結構ドキドキしましたけど、もう3回目ですけど、それで通りました。これです。車検証をもらいました、新しいやつ。もらいました。で、これがシールです。28年1月28日、ね、あと2年後の1月28日まで大丈夫って。で、2と、ここのね、28って上の28とさ、1と28、28、すごいあの、なんていうの、対称形で並んでるでしょ。で、あとよく見たらね、その上の右のところに2080って、ここにも2と8があって、なんか2と8になんか縁があるのかな、みたいな、このね、
この車は。まあ、そんなわけでですね、通りまして、これで、もう全部見せたかな、見てもらいましたよね。はい、全部写真は見てもらいましたね。はいはいはい、というわけで戻ってきました。はい、というわけで無事、車検通りましたよ。本当、大変でした。でもよかった。はい、コメント見ますね。ナンバーいいんですか？いいんですか？私も今年の車検は心配です。車検通さなくてもナンバーは所有できるんじゃなかった。税金かかります。車検通、どうだろう？わかりません。ペーパーで車の運転、声私にアドバイスください。いえ、とにかく安全第一で走ってくださいね。ペーパーの方は、もう乗らない方がいいかもしれないね。本当危ないからね。でも乗るんだったら、もう、私の天下みたいな感じで、焦らずに、ゆっくり乗ってください。消費税上がる前に買っちゃおう。あ、羨ましい。いいですね。はい。出たね、アマゾン。はいはい。ビフォーアフター。はいはい。陸運局めんどくさい。めんどくさいけどね。まあ、2回に1回ぐらいはちゃんとディーラーのとこ持ってって直さないとね、やばいよね。次はちゃんとディーラーのとこ持ってって、ブレーキのさ、なんだっけ、パッドとかさ、そういう自分には見えないところは直さないとね。直さないとね、出して直してもらわないとね、怖いですからね。というわけで、無事車検も通りましたので、皆さんの街行けます。はい、というわけで、歌いましょうかね、今日もね。1曲目、リクエストもらいました。これをやろうかと思います。こういうやつ。さよならが二重待ちっていうのをやってみたいと思います。これはリプロローグに入っていた曲だったと思いますね。ハーフムーン聞きたいな、遠くもいきます。君の涙のように今思い出に降る聞けないそのわけも僕の嘘も君は知ってた二人求め合う心に愛は追いつけずに抱きしめたいもう一度でも君を辛くするね切ない胸の痛み止まらないさよならが滲む街いつかは優しさに変えられるさこの雨の冷たささえ微かに君は唇震わせ無理に微笑む綺麗な瞳を曇らせることもできないよ
傷つき合うなら別れることから始めたい。愛してるよいつまでも、消えかかる背中見つめ見送る方がきっと寂しいと言った君忘れない。いつかは輝きに変えられるさ、この空の悲しささえ。背中見つめ切ない胸の痛み止まらない、さよならが滲む街。いつかは優しさに変えられるさ、この雨の冷たささえ。さよならが虹町、あれ歌詞がすごい、あー出てますね、全部すごい、ありがとうございます。ハーフムーン東北で待ってます。東北行きたいですね。特に青森はね、美味しいもんがいっぱいあるじゃないですか。行きたいなーってね、青森は、何度か行ってますけどね、はい、ありがとうございます。さて2曲目、月と星僕と君聞きたいないいですね、そういうあのリクエストどんどん書いていってくださいね。はいはいはいいろんな手段はあると思いますけど、リクエスト伝えてもらえば、やります。そして今日はカバーなんですけどね、これ先週やった夕方フレンドのキャロル・キングのアルバム、今頃見せておりますけど、タペストリー綴り織りっていうね、これ1976年ぐらいなんじゃないかな、1976年ぐらいだと思うんですけども、何年だ、1971年だ、ごめん、71年ですよ。何年前ですか、42年前じゃないですか。これね、この中に、夕方の友達って書いてないですねトモってなってますよ日本語タイトルトモトモですよ、すごいな、言うじゃないトモ、夕方フレンドトモですよ、今見て初めて知りましたけどね。ナチュラルウーマンとかね、これはね いい曲いっぱい入ってんですよね。 It's too late、 So far away、 これはすごいです。キャロル・キングの綴り織りタペストリー、持ってない方だったらぜひ買ってみ、読むんじゃない、名作です、本当に。俺これ3枚持ってますけどね、傷がいっぱいついてて。さてこの中からじゃない、この中からじゃない、今日もボケてます、熱ありますね、これは先週の夕方フレンドの
やつなんですけども、今日はですね、まあちょっと近いっちゃ近いですね。ジェームス・テイラーがね、この夕方フレンドが歌ってますけども、ジェームス・テイラーが同じように歌っている曲で、名曲でですね、The Water is Wide っていうね、水は広い。直訳しますと、その水は広い。The Water is Wide 自分で大受けしておりますけど、これはカーラ・ボノフっていうね、ロシア系の人が歌ってる曲があるんですけど、まあ有名な曲ですね、すごい。これから歌うからいいんですけど、これをジェームス・テイラーが歌ってるバージョンでやってみようかなと。これはね、アイルランド民謡らしくて、オリジナルはね民謡で、いろんな人が歌ってますけど、このその水は広いだから川のこっち側と向こう、あの川を渡りたい、海なのかな、あの海を渡りたい、誰か私にボートをください、なんかそういう、海を渡って彼に会いに行きたいんですとか、そういうことか、なんかわかんないけど、この川を海を渡られたらなっていうような、そんな歌です。じゃあ行ってみたいと思います。 The water is wide、 琵琶湖、サンズの川とか、いろんなこと言ってますね。The water is wide, I can cross over, I need a hand, I wish to fly, build me a boat.That can carry to and both shallow my love and that there is she and she sailed the seaShe's loaded deep as deep can be, but not so deep as the love I'm in. I don't know howI sink or swim. All love is handsome, and love is fine. The sweetest flower, when first it's new.But life goes on and waxes cold and fade away like summer dew.Carry to and both shallow my love and die
なんかちょっとよく分かんなかったかもしれないですね。カーラ・ボノフの、バージョンの方が結構いいかもしれないですね。メロディー聞きたいな。メロディーは俺の歌じゃないから歌わないです。はい、じゃあ、あと5分、最後だね。最後はですね、ちょっと今日おとなしめの曲やったので、久々に、君がいた季節をやりたいと思います。ライブ今週の土曜日、ミシェルのお店カクタスカフェ、豊島区長崎にありますね。ホームページの方に場所ありますけども、ちっちゃいとこです。30人ぐらい入ればいっぱいになっちゃうっていうとこで、今25人ぐらいも来てるんですけど、少し席あります。ミシェルとヘイで、やりますので、ぜひ来てくださいね。それでは君がいた季節。ギターでかいね、この後ストレートで、ね、こんぐらいしましょう、こんぐらいしましょう、ね、人混みの中うまくすり抜け、行くあてもなくただ歩いてる。傷つくたびに覚えたものは予定調和とずるい微笑み。遠いあの夏見上げてた夢を描いたあの空に会いたい。君がいた季節、熱い風が吹いてた。時間を忘れて夢を語り合ったね。君がいた季節、いつも輝いていた。見失っていた明日のドアを開けよう。疲れた体横たえるたび、煩わしさに負けそうになる。鏡に映る僕の笑顔は拒み続けた大人になった。何かねじれてきしんでる、そんな痛みに蓋をしていたよ。人生はきっと終わりのないで